ある母の話。渡辺恩作。母一人子一人の暮らしであった。暮らしにはことかかないほどのものを持っているので、母は一人で娘を慈しみ育てた。娘も母親の有り余る愛情に堪能していた。それでも娘はだんだん大人になると、自分の幼い最初の記憶にさえ影をとどめずに世を去った父親のことをいろいろ想像する折があった。とも子のお父さんはこんなに立派な方だったのだよ。母親は古い写真を見せてくれた。額の広い目鼻立ちの秀でた若者の姿が黄色く色ざめて映っていた。本当に随分綺麗だったのね。お母さん幸せだったでしょう。そりゃあその当座はね。思い出して悲しくなることあって、死んでからもう20年近くにもなるんだもの。それにこの写真みたいに若い人じゃまるで自分の息子のような気がしてね。母親はそう言って笑った。だが娘は母親の若やかなえくぼのある頬がちょっとの間内気な少女のように初々しく輝くのを見た。そうね、私だってこんな若いお父さんのことを考えるのは変な気がしてよ。いっそお前のお婿さんなら似合いかもしれない。ひどいお母さん。でもお母さんはどうしてそれっきりよそへお嫁にいらっしゃらなかったの？どうしてって、お前のお父さんのことが忘れられなかったし、それにあんまり悲しい目に遭うと女は誰でも臆病になってしまうんだろうね。寂しかったでしょ？少しの間さ、すぐにお前がみんな忘れさせてくれるようになったもの。母の声はくたびれてでもいるように聞こえた。娘は若い時になら自分よりも器量よしだったに違いない面影の忍ばれる母親が、そんなに早く青春から見捨てられてしまった運命を考えて胸をすぼめた。その年の春、智子は女学校の高等科を卒業して、結婚を急ぐほどでもなし、遊んでいるのも無駄だったので小遣い取りに町のある商事会社へ勤めた。朝霧の中に咲いた花のような姿が多くの男たちの目を引いたのは言うまでもなかった。智子はしかし賢い、考え深い生まれつきだったので、いつも上手に身を慎むことができた。さて、夏の初めだった。智子はある日、事務所と同じビルディングの地下室にある食堂へ昼食を取りに降りた。そこはいつでも混んでいるので、大抵外へ出て食事をする習慣だったが、その日は仕事が忙しくて、そんな余裕がなかった。やっと隅っこの方にたった一つ空いたテーブルを見つけて、リバーのサンドイッチと、トウモロコシのシチューとをあつらえた。ところがサンドイッチを半分も食べないうちに、同じテーブルに彼女と差し向かいにさらに一人の客が座を占めた。リバーのサンドイッチとトウモロコシのシチュー、お急ぎで、とその客が給仕に命じた。トモコは顔を上げて自分とすっかり同じ品を注文する客の方を見た。青い仕事着の胸からネクタイをつけない白いシャツの襟をはみ出させている体のいい青年だった。青年は食事などよりももっと他に心を満たしていることがあるらしい様子で、ぼんやり娘の食べ物の皿を眺め下ろしていた。
そのとぼけた大きな眼差しにぶつかったとき、智子は少なからず狼狽した。青年の方でも、にわかに鼻先に突きつけられた美しい娘の顔に気がついて、どぎまぎしながらまぶしそうに横を向いた。はて、と智子は考えたのである。確かにどこかで見たことのある親しい目だった。すぐにそれが死んだ父親の写真に写っている眼差しだったことを思い出した。まあそれに額の立派なところまでよく似ているわ。肩幅は少し広すぎるけれど、でもお父さんは若死になったのだから、こんなに元気そうではなかったのに違いない。しかし彼女はあんまり長いこと知らない若い男を見つめているのは非常にぶしつけだと気がついたので、急いで食事を済ませてテーブルから離れた。晩に家へ帰ってから母親にその話をした。綺麗な男の人はみんなお父さんに似ているかもしれないね。と母親は娘の大げさな話ぶりを聞いて笑い笑い言った。さもなければお前が心の中でその人を好きになったんだよ。好きな人ならどんな風にだってよく見えるから。けれどもお父さんは若い娘を狙うような真似なんかしなかった。あら、同じ食べ物をあつらえたからってまさか狙ったとも言えなくってよ。お母さんと来たらずいぶん苦労しようね。大丈夫。私お母さんなんかにちっとも心配かけやしないわ。娘はいつになくはしゃいだ調子で答えた。次の日、出勤の折、会社のドアの前で智子は再び青年と出くわした。青年はちょうど廊下を隔てて筋向かいになっている自動車会社の事務所から姿を現したところだったが、彼女と顔を見合わせると慌てて目をそらせて、まるで怒ったような硬い表情を浮かべながら玄関の方へ歩み去った。智子が考えてみるのに、その青年は前からそこの自動車会社に勤めていて、これまでも幾度かお互いに顔を合わせながら、どんな男の社員たちにもほとんど関心を持たなかった彼女だったので、つい見過ごしていたのかもしれなかった。その後彼女はしばしば彼の姿を気に留めて見かけるようになった。そしてやがて彼がその自動車会社の技師で朝原礼介という名であることや、またこの頃自動車の発動機について何か新発明を完成させて相当嘱望されていることなどを知った。土曜に入って最初の夕立がした。ちょうど退勤時刻だったが、雨支度がなかったので、智子は事務室に居残って、仕事の余分を続けながら晴れ間を待っていた。日が暮れ落ちても雨足は弱まらなかった。それで待ちあぐんでともかく建物の玄関まで出てみた。通りがかりのタクシーでもあればと考えたのだが、そんな裏町を退勤時刻過ぎて通り合わせる車は、めったになかった。近所の自動車屋へ電話をかけてみると、あいにくみんな出払っていた。智子は途方に暮れたまま、青白い街灯の中に銀色に光る激しい雨の筋を眺めていた。するとそこへ彼女の後ろから靴音をさせて朝原が出てきた。朝原は雨だれに向かって、しょんぼり佇んでいる智子の姿を一別して、ちょっと躊躇したらしく、立ち止まりながら、暗い日差しの外を仰いだが、さて、上着の襟を立てると、
人道を横切ってその向こう側につけてあった小さなクーペの自動車のドアを開けてそれへ乗った。とも子もさっきからその自動車には気がついていたのだが、さすがに朝原の乗用とは考え及ばなかった。朝原はガラス窓の中から熱心な眼差しでとも子の方を見つめた。あの人乗せてくれるかもしれないわ。とも子はそんな期待を感じて胸を固くした。だがそのまま朝原のクーペは軽いエンジンの音を響かせて滑り出した。そして哀れなとも子を置いてきぼりにしてたちまち赤いテールライトを飛び色の雨闇の奥へにじませながら消えていった。とも子は苦笑などでは紛らわしきれないほどひどく当ての外れたような物足りなさを覚えた。人気のない雨のびしょびしょ降るオフィス街の薄暗がりにたった一人立っている自分がにわかにわびしい気さえした。とうとうとも子は本通りまで濡れていくことに決心した。そこでスカートの裾をつまんで敷石の上を歩き出そうとした時だった。行く手の街角を強いヘッドライトの光が折れたかと見ると自動車が一台しぶきを上げながら走ってきた。そしてとも子がひょっとしてそれが秋車の筆を掲げていないかと思って踏み出しかけたつま先をためらっている目の前へ来てピタリと停車したのである。秋車の札はどこにも見当たらなかった。ところがドアを開けて降りてきた運転手がとも子へ殷勤に挨拶をしたのである。お待ちどうさまでした。はあ？とも子はびっくりした。タクシーでございます。ただいま表通りでクーペをご自分で運転していらした紳士の方からそう言いつかってまいりました。あなた様ではございませんでしょうかしら。とも子はそれでようやく合点することができた。ええ、私よ。ご苦労様。臭いロビロードのクッションの中に身を落ち込ませてとも子はほっとした。するとなんだか勝ってない明るい嬉しさと一緒におかしさがこみ上げてきて一人でくつくつ笑えてならなかった。郊外の住まいへ着いた時に代金を払おうとするとすでに朝原からもらってあるという運転手の言葉だった。秋になってとも子から彼女が朝原と婚約したという話を出し抜けに聞かされた時に母親はさすがに驚いた。娘の利発な思慮深い性質を十分信じていたのでその恋愛についても危惧する必要はほとんどないわけだったが、不運な思い出を持った母親にしてみればやはり心もとなく思われたのであろう。とにかく一度お会いになってください。お母さんだってきっとお気に入ることと思うわ。そりゃあお前がいいと考えた人なら間違いはないと思うけどね。でもついこの間までやんちゃで私を散々困らしていたお前がもうお嫁さんになるなんてとても本当とは考えられないほどだよ。お嫁さんになって赤ちゃんを産んで、そうすれば私はおばあさんなのかしら。おかしいわね。母親はため息のように笑った。その普段はどうかするとひどく子供っぽく澄んで見える瞳に寂しげな影がさしていた。長い間私と二人きりで暮らしてきたのに、今度私の愛情が半分身も知らないよその人に取られてしまうので、それでお母さんは
寂しがってるのだわ。とも子は母親の気持ちがわからなかったわけではないのである。しかしそのために彼女の新しい正しい愛が不当に咎めなければならぬ理由はどこにもなかった。そしてある土曜日の夕刻から、とも子は初めて朝原を晩餐に招いて母親と引き合わせた。およそ朝原ならば誰の目にも申し分のない婿と見えていいはずだった。だが恋人と優しい母親と一緒に並べて精一杯幸福だった智子は、その母親の優秀の色が一層深くなっていたのに心づかなかった。ねえお母さん、お父さんに似ているとお思いにならなくって、と智子が母親に言った。本当にそっくりでいらっしゃること。母親の声はうつろに響いた。お母さん、せいぜい夏がしがってちょうだい。そんなに似ていますかな。朝原は照れくさそうに顎のあたりをなで回した。いろいろ娘から伺っておりますが、お父さんはお亡くなりになったのでございますってね。僕が中学を出た年、もう9年からになります。アメリカで死にました。おや、アメリカ行ってらしたのですか。このことは話す必要もないし、あんまり話したくなかったので、智子さんにはまだ言わずにいました。お父さんのご名字は元から朝原とおっしゃいました。いいえ、朝原というのは僕の母方のせいです。父は松岡という家から養子に来たのです。松岡。智子の母親は喉を引きつらせた。ご存知でいらっしゃいますか、と朝原がびっくりして聞き返した。いいえ、いいえ。それであなたもアメリカでお育ちになったのですか。生まれたのはあちらです。でも小学校に入る年頃になるとすぐに母方の祖父の意見で母と一緒に日本へ呼び戻されて、それからずっと母の実家で育ちました。父だけは何と言ってもこちらへ帰ることを承知しなかったそうです。なぜでしょう。知りませんが。智子はこの時ようやく母親の顔色がひどく青ざめているのに気がついた。お母さん、ご気分が悪いのじゃなくって。そう言いながらその手を握ると冷たく汗ばんで震えていた。ほんの少し頭痛がするだけなんだけど、ちょっと休ませていただこうかね。母親は朝原に会釈してから娘に肩を支えられて力ない足取りで出て行った。智子が一人で部屋へ戻ってくると、朝原は思い切ったように智子に言った。智子さん、あなたのお父さんの写真というのを見せてください。智子はすぐに立ってアルバムを出してきた。彼女も何かしら容易ならぬ不安を感じてアルバムをめくる指先がおののいた。ああ。智子に示された写真を見て、朝原が鋭い叫び声を立てた。僕のお父さんだ。いや、少なくともこの写真はそうです。僕はこれと同じ写真を家から持ってきてお見せすることができます。そんなバカな。智子はいきなり真っ暗な底の知れない穴の中へ転落してゆくような激しいめまいを感じた。恋人同士が同じ一人の父親を持っていたとすれば、これ以上惨めなローマンスの波状はない。男は畳の上に突っ伏したまま、絶望のあまり気を失いかけている女を後に残して逃れるように外へ飛び出していった。
明くる朝、まだ明けきらないうちに朝原が再び訪ねてきた。智子は一晩中泣き明かして眠らずにいた。どうしても合点のいかない節があるのですと朝原はしらけた唇をわななかせながら咳込んだ調子で言うのであった。僕の父はあなたが生まれる 5,6 年も前にアメリカへ渡ってのですが、それ以来ただの一度も日本へ帰らなかったことは、私の母をはじめ誰に聞き合わせてみても確かな事実らしいのです。あなたのお母さんに本当のことをお尋ねしなければなりません。お母さんはどこにいらっしゃいますか？母は昨夜からあの時きり2階のお部屋から出てまいりませんの。あれきり？朝原はぎょっとしたらしかった。すぐにお母さんにお目にかからなくちゃ。朝原は智子の腕をつかんで階段を駆け上った。2階の廊下へ出ると激しいガスの匂いが鼻をついた。そして寝室のドアには鍵が降りていた。まことにおあつらい向きにも郊外風の割にがっしりした和洋折衷の建築だったのである。朝原が頑丈な体ごとぶつけてドアを押し破って入ってみると、果たしてガスストーブ用のガスの栓を開け放したまま、智子の母親は寝床の中で白狼のように冷たく眠っていた。枕元に書き置きが載せてあって、次のようなことがたどたどしく記されてあった。智子、あなたと礼介さんは決して兄弟ではありません。安心して結婚していいのですよ。つまりあの写真の人があなたのお父さんだったと言ったのはまるっきり嘘だったのです。そして実を言えば、私があの人と結婚したというのも嘘なのです。ただ私たちは、私と松岡とは田舎にいた自分いいなずけだったのです。その頃私はようやく物心がつき始めたくらいの子供でしたが、それでもゆくゆく自分の一生を任せる夫はあの人以外にないものと信じていました。あの人も私を誰よりも愛してくれました。松岡は大学を出るとアメリカへ行きました。ほんの1年か2年という約束だったのにもかかわらず、3年たっても5年たっても一向戻ってきませんでした。それでもなお私は変わらぬ愛情をあの人の上に捧げていたのですが、そのうちに風の便りにあの人がどうやらアメリカで結婚したらしいという噂を聞きました。それで私の周囲の人々は私にあの人を諦めるようにといろいろ説いて聞かせて始めました。しかし私はやっぱり、例えばペアギュントの帰りを頭が白くなるまで辛抱強く待っていたソルベジのように、どんなに寂しく長い間置き去りにされていようとも、一生のうちにはいつか帰ってきてくれる日があるような気がして、甲斐なく望みをかけていました。しかしやがて両親が次々に死んで、私は本当にたった一人で暮らさなければならなかったのですが、それではあまり寂しすぎたので、ちょうど知り合いの貧しい学校の先生のうちで7人目の赤ん坊が生まれて育てかねていたのをもらって養うことにしたのです。その赤ん坊があなただったのです。私はそれから何かと面倒な田舎を捨てて、あなたと二人きりでこの都へ出てきました。私はあなたが大きくなるにつれ、あの人お父親であるようにあなたに信じらせることをよって、だんだん私自身もそんなふうな夢で錯覚の中で
慰められようと努めました。そして10年も15年も経つうちに、あなたに感ずる愛情がいつとはなく、あの人への因果な死亡を諦めさせたほど根強く親身なものとなってしまったのです。それにしても、そのあなたがあの人の息子と結婚するなどとは、なんという不思議な回り合わせなのでしょう。私の不運の代わりに、あなたの恋には神様のお恵みがあり余ることと信じます。私が死ぬのは、死ななくてもよかりそうなものにとあなたは思うかもしれませんが、あの人が死んでしまって、そしてこう打ち明けてしまえば、かわいいあなたともやっぱり他人同士に帰らなければならないし、これ以上年寄りの寂しさを我慢して、望み少ない世の中を生き延びてゆくのに疲れすぎてしまいました。それでは誰よりも幸せにお暮らしなさい。一生いじらしい処女であった母。智子は書き置きを信ずることができた。そして20年の長い間、慈愛深い母親として自分を育て上げてくれた。清らかな童女の死に顔の上に、長いこと涙に暮れていたのであった。